声明にもあった通り、アクセルベイ沿岸工業地帯に所属不明の飛行船が出現した。声明の真偽を調査したところ、実際に細菌兵器が積まれていることが判明した。飛行船を海上に着水させ、被害を最小限に抑える。飛行船の進路上において、障害となる建造物を全て破壊せよ。身勝手な紛争の次は無神経で傲慢なテロ。なんだっていうの？人間なんていつまでもバカなことばっかりに頭使ってる。ユーピオの便利屋家業に閉店はないってさ。
せよ。飛行船を無事に着水させることに成功した。一連の事件に関しては現在調査中だ。大丈夫か？それにしたってその場限りのテロが相手じゃ俺たちにもどうしようもないよな。紛争がやっと沈静化してきたと思ったらこれだ。ま、お互い休めるときにしっかり休もうや。ここだけの話ってやつ、ここでしてもいいかな。私、ここのところずっと悩んでることがあって。ねえ、聞いてもらうだけでいい。少し勝手に喋らせて。実は、私にとってたった一人の肉親といえる姉のこと。両親を失ってから、どんどん二人で会うことが少なくなっていったんだけど。最近になって連絡が来て、突然私にユーピーをやめろって言い出して。そうそう、実は姉さん今ニューコムにいて、お互いがいつ殺し合うことになるかもしれない関係でいたくないって。確かにそれは私もそうけど、今はまだユーピオというかサーフを抜けてしまいたくもないから。で、チームのあなたに。あ、誰か来た。また連絡しますから。じゃあ。緊急出動だ。詳しい目的に関しては暗号化して送っておいた作戦情報に従うように。今回も些細なミスの許されない超法規的活動である。心してほしい。以上。